新年を迎えると今年こそはやる気を出して人生に勝ちたいと誰もが思うものである。そんな中、イギリスの新聞ガーディアンからこんな本間でっかな情報が飛び込んできた。大切な仕事をするなら火曜日の午前10時から12時がベスト？寝てます。だから常にベストな状態を逃してるってことやね。10時はほとんどの芸人が寝てんのちゃうかな。そうです。それかまあ新幹線の中でベストを終わらしてるか。移動中ね。移動中に。移動中やね。なんで火曜日なの？門倉さん、あいつからで大丈夫なんでしょうか。行きます。今年もか。行きますよ。どうぞ。はい、土日を起点に考えてほしいんですけど、土日って休んでリフレッシュするじゃないですか。で月曜日会社行くときに超ブルーになっちゃうんですね。超ブルー、なんでいきなりまた超ブルーやる気がなくなって土日の疲れが出たりとか、また仕事かとか、そういうのをまとめて超ブルーになるんですか。超ブルーになって、自殺が多いのも月曜日なんで。月曜日はやっぱり心筋梗塞で。もう月曜日なの。月曜日なんですか。それはだから結構会社行くのが嫌だなっていうのが関係してるんじゃないかって言われてるんですけど、それで火曜日になるとその嫌な気分が慣れてきて、頑張らなくちゃって思う。やっぱり頑張らなくちゃと思うのは火曜日なのか。はい、でやる気が出て頑張ってるんですけど、それが水曜日木曜日っていくうちにだんだん疲れてきちゃって、作業の能率が落ちてきてしまって、で金曜日になると、次の日が土日なんでやったって言ってあるんですけど、ただ気が、その言葉は自由でしょ。気がそれて、ただ休みなんで気がそれちゃって、そんなに集中できなくなっちゃうんです、ね。ああ、明日のこと考えたり、明後日のこと考えたりして、そういうことで火曜日の10時12時がいいということなんだ。でも午前中って一番体がなんかまだなんか慣れてないじゃないですか。そうそうそう、しんどくてなんか眠かったり。はい、沢口さん。ですね、ちゃんと根拠あります。やる気ホルモンっていう、皆さんご存知ドーパミンってやつなんですけども、はい、一番ドーパミン出るのは朝なんですよね。なので理にかなっています。これは要するに週休2日のサラリーマンの人に言えることだけのことですよね。はあ、そうですそうですそうです。冷静にいきましょう。はい、ネジ工場の社長。お待たせしました。いや、待ってません。待ってない、待ってない、やる気スイッチをねオンにさせる究極の方法があるんですよ。やる気スイッチをオンにさせる究極の方法は、でそのキーワードはですね、知的好奇心なんですよ。知的好奇心、そうです。例えばですね、自転車に子供の頃乗れた快感ですね、はいはい、あれがやっぱり人間っていうのは脳の中に記憶されてるわけですね、はいはいはい、そういうね、知的好奇心というものをこう積み重ねていくことによって、もうモチベーションが上がるわけですよ。今日こんな初めて作ってきたんですけどもね、モチベーションの上げ方には2つあるんですね。何科目だと対抗してるんですか、はい、それこの人には絶対負けたない。緊張系と希望系というのがあるんですね。で例えばこの緊張系というのはこう危機感とか焦りとかですね、まあキュースと猫を噛むみたいな、そういう時にこうモチベーション上がるわけですよ。それとですね、希望系というのがこれがあってですね、まあいわゆるチャンピオンとかそういうスポーツ界のアスリートで成功してる人は、もうこういう緊張系よりもむしろ、希望系を持ってモチベーション上げてるわけですね。先生に聞きたいんですけど、例えば漫才のコンクールがあるとするじゃないですか、同じコンクールに立ち向かうこっちの気持ちとしては、これ取らんとやばいぞっていう気持ちよりも、取ってもっと出世しようぜっていう気持ちの方がいいということです。そうです。そういうテンションの方がいい結果が出やすい、はい、緊張系しかない。緊張系しかない。あ、希望系が少なすぎるんだ。全然ない。希望持ちましょうよ。夢とかさ、目標とかさ、何や、なんかもう絶対世の中見返してやるとか、そんなしかない。ないんだ。はい、沢口さん。失礼、ブラックマヨネーズじゃなくて、なんだっけ、追ってますよ。マスクデラックさん。追ってます。ほとんどいい。マスクデラックさん。ブラックマヨネーズ。マスクデラックさん。どう間違えたのよ。そっちよ。マスクデラックさん、ブラックマヨネーズ丸ごと入れ替えました。あったかなだから。
から。あの一言だけ、松本隆さんが今言ったことっていうのはすごい重要なことで、松本隆さんおそらく私から見たら報酬欠乏症だと思いますよ。報酬っていうものを、報酬欠乏症、夢がないっていう、その夢っていうか、あの我々報酬って言い方するんですね。何かさっき言ったその賞を取るとか、まあ優勝するとか、そういう時はまあ報酬っていうんですね。外的な報酬で、外的な報酬とかそういうものっていうものは、あの求める人っていうのを求めるんですけども、もともとそういうものに関して全然求めないっていうか、何やってもこうやる気が湧かない、それでなんかいつでもネガティブで、あの幸福感がない、で 10% ぐらいおられて、これ RDS って言われて大問題になってるんですよ。でこれは遺伝子1個だけ欠けてるんです。でこれが欠けてる人だとまず幸福感が抱かない、何でもこう不幸に考えたりする。でそういうやる気が出そうとしても、で唯一あるんです、それはお金とかそういう外的な報酬でやるんですけども、それでも途中で嫌になったりするんですよ。でそういう心境ですよ。でなんでそういう風になっちゃうの。でしかもその場合の方は暇になること多いんです。暇になる、どうしたの、どうしたのか分かんないわよ私。幸福感得られへんって伝わりますよ。でもね、出てくるよ。あんまりちょっと言いたくなかったんだけど、生まれて幸せって感じたことあんまりない。本当に典型的な病で、幸福感を感じないし満足感を感じないし幸せ感っていうのはないんですよ。そのおかげで幸せ感を感じるような、食べるドーパミンちょっと出るんですよね、でドーパミンをその代わりにしたんですよ。それで食ってんだ、人生で味わう幸福感を食べるんで味わってるってことになってるってこと。要するにそういうような幸福感得られないので、それで食べちゃって、それで太っちゃうっていう、そういう RDS っていうのは、それはあの一つ足りないとおっしゃいましたね、マツコさんのやつ、はい、それを補うことができるんですか、なんかで。いや、できます。お、ちょっと補うことができるんですか。できます。それはどういうふうにしていいかって方法の方はもう分かってます。それ言ってあげてくださいよ。あ、一番いいの音楽です。音楽を聴くの。あと塩を多少取ることです。塩を取る。さあ、仕事取ったら相撲取りじゃありません。ちょっと取るの分かんない。分かんないわよ。分かんない。分かんないわよ。分かんないわよ。塩はともあれ、音楽によってそうなるっていうこと分かっていますが、例えばスーパーマーケットは音楽が流れているじゃないですか。あれ購買意欲を高めるためにちゃんとしたものを流してるんですよ。そうか。なので松本さんもそういう自分がやる気出るような音楽っていうのは大体クラシック系が多いんですけど、そう探してクラシックじゃなくて、でも自分の好きなものを見つけたらいいんですね。それやる気出る音楽がワグナーが結構多いんですよね。えワグナー、ワグナーがいい。私でもね、たまにワグナー聞くの。それなんでまた。いや別になんとなく聞きたいなって思う時があるの。はっていうのはどれくらい取ったらいいですか。これぐらいの体の人ってやっぱり塩分取りすぎると、あの一番まずいのはダイエットしてる時に塩分を下げる人がいるんですよ、はあ、そうやる気がすぐ下がってきます。いやこれは今のは女性の人たちもいい勉強だったと思うね。勉強とかそういうようなやる気が出そうとする時にちょこっとだけ塩をやればいいっていう。糖分じゃないんですか。糖分は逆なんですよ。糖分取りすぎやる気なくしていきます、そうなの。でもチョコレートはいいって言いますけど、あれ糖分は、いやもちろんある程度のレベルはいいんですけど、取りすぎちゃうとやる気なくなることも分かっています。取りすぎ、どちらも取りすぎるはよくないね。じゃあ僕らとかでも軽く塩ペロッと舐めたら簡単にやる気は上がるんですか。いやそれはあの塩分があんまり高いともちろん心臓疾患とかのリスクなんですよね。もともと持ってる人はダメ。一番マジックって言われてるのはダイエットしちゃう人なんですよ。で塩分取らなくなってやるともうむしろこういっちゃうんですよ。いやそうなの。じゃあお味噌汁とかもいいってこと。あお味噌汁ってあもちろん今入ってるからいいと思いますよ。あそうなんだ。だからまあよく言われてるのは今ぐらいだったら俺に言ってくれたら俺答えれるわ。今ぐらいだ。向こうに聞きたいね。すいません、これはクラシックが入ってマツコさんの場合、日本の音楽でもいいわけですよね。別に好きな曲なら、あ自分がそうやる気が出る曲ってあるはずなんですよ。だからたまに音楽をそういう類でやる気を出させるっていう方法があるということです。はい、武田さん講演したりね、あの人に話するときね、なんかこうなんか示して絵を示して説明すると人の心に届くと思うでしょ。はい。
届かないんですよ、耳から聞こえた方がいいやん、耳は頭に直接行くんですよ、だから今言ったように元気の出る曲を聞くと元気が出ちゃうわけ、元気が出る絵を見るよりか元気の出た曲を聞いた方が直接的な、それの一番歴史的な事件ね、フランス革命の時にルジェっていう砲兵隊がね、夜に軍隊が通るのを見てね、ラ・マルセイズっていうのを作るわけです、あのラ・マルセイズって一曲ができただけでフランス革命起こっちゃったんです、なるほど、歌の持つね恐ろしさがある、ロッキーのテーマなんて格闘家がほとんど不安やけど、そうチャチャンチャーンってなる、我々でもよっしゃってなるもんな、そう僕なんかはね、あの古いから水前寺清子の365になる、それだけあれ散歩すると匂い下がるんですよ、いやいやそれでいい、さわいいけいけのがいいんじゃないですか、いやいや散歩するで匂い下がるぐらいちょうどバランスがいい、あそうですか、はい、けどやる気っていうのはね、今いろんなこと言われたけれども、非常に大変だけど、非常に短期的なやる気というのと、まあ、それから長期的なやる気っていうのがあって、ね、短期的なやる気っていうのは大体耳から入った情報、音楽とかいうのはね、非常に短期的なやる気を出すんですよ、はいはい、ただ短期的なやる気っていうのはその時興奮するけれども、大体あんまり長持しないんだよ、ね、子供なんかで多い、今日は頑張るぞって言って晩もう頑張らなくていいよとか、大体そうなんです、うちの子供そうやった、いかにこう長期的なやる気を持続させるかってことが大事で、そのためにはやっぱり社会の中のコミュニケーションみたいなのがすごく大事なんですよ、なるほどね、それでね、一番そのやる気が出るっていうのはいいライバルがいるってことなんだよね、みんなそう言いますよね、そう、それはね、ライバルがいないとやる気が出ないんで、あいつと同じになりたい、だから自分より少しね高めのやつをライバルにとりあえず頭の中で設定して、なるほど、例えばあいつが本3冊書けば俺は4冊書いてやろうとかね、そういうふうにして、まあ、自分の中でもってこう長期的なあれを設定するんですよ、それは大事なことですよ、お笑い芸人はありがたいな、そういう環境にあるからな、そうですね、あこちら、はい、千葉さんです、やる気評論家、わこの席では間違いないわ、ちょうどいい、どうも初めまして、よろしくお願いいたします、あの仕事上の工夫なんですけど、はい、まあ仕事上メール使われるじゃないですか、はい、メールのやり取りするときに褒められたりするメールってたまにあったりするじゃないですか、我々の場合は今日の番組とても面白かったよとかいうことですね、それをフォルダを別に分けて取っとくんです、保存しとくんだ、保存しとくんだ、結局ほっとくと落ちていくじゃないですか、はい、それを上げようとするテクニックとして、そう、要は昔その褒められた言葉を頭で思い出すっていうのもあるんですけど、なかなかそういう気分の時できないじゃないですか、けどメールホルダーに形として残ってるものを見ることによって思い出せるわけなんですね、でめったに褒められないんで取っとかないと昔の探そうと思っても探せないじゃないですか、そういう工夫です、いきなりやる気がなくなった時にやる気出すっていうものすごく金がかかんない方法っていうのがあって、これはねドロンク遊びをするんですよ、で最近の研究だとね、泥の中のある特殊な細菌は脳内のセロトニンレベルを上げるってことが分かってて、まあ、セロトニンレベルが下がると鬱になりますからね、助かったな、だからまあそうすると泥んこ遊びをすると、その細菌のあるようなところで泥んこ遊びをすると脳内のセロトニンのレベルが上がって、それでちょっと鬱から脱出すぎんじゃないかって、そういうこれかなり最近の研究ですけど、そういうのありますね、じゃあ泥パックもいいってこと、うん、分かんない、多分ね池田先生があなたとは止まんない泥パック知らねえって泥パック知らない、ごめんね、大人になってからもう泥にまみれるぐらい遊んだ方がいいんじゃないですかね、そういう細菌がいるところでね遊べばね結構いけるかもしれないっていう、ただまあちっちゃい時にそういう浴びてるようで十分ですよね、うん、そう小さい時に要するに汚いことするってとてもいいことなんですよ、さあ豚の話すると、あのうんと汚いところで育った豚は病気にならないっていう、これまともなネイチャーの去年からが出た論文なんだけど、そういうのがあります、でこれはあのやっぱり腸内の中の細菌のレベルと関係してて、やっぱりいろんな細菌が入ってることによってやっぱ免疫系はねやっぱり呼吸されるんだよね、だから人間も本当に小さい時にやっぱりある程度汚いくした方がいいと思う、ただ人間って実験できないでしょ、例えば汚いやところで遊ぶ、汚くないところで遊ぶに100人ずつつけて後で研究するってことはできないから、豚だったらね研究できるから、まあ、近い研究はやってらっしゃいますけどね、分かってます、だから僕はね全然アレルギーないのはきっとね小さい時にね、なんかこんな汚いことしてたんだよね、俺よく母ちゃんに言われたの、畳の上のご飯すまんで食べてたとかってますよ今、できちゃう、違う、池田先生ご飯粒違う、はい、植木さん、人って
みんな生まれた時からやる気って持ってるんですよ。すごく夢中になって子供って遊ぶんですよ、はい、好奇心を持ってやる気満々で。でもせっかくあったやる気がなくなることってあるんですよね。であるやる気をなくさない方法っていうのを身につけるっていうのもすごく大事なことなんですけれども、結構難しめのパズルをあの子供たちがやってたかってやるんですね、はいはい、そのアメリカの実験なんですけれども、ある軍にあの上手にできたから後でじゃあ1ドルあげるねっていう軍と、それからそのままほっとく軍を作るんですね。でその後にそのパズルをまだやり続けるかっていうのを観察、長期観察してみると、1ドルあげるねって言った軍はもう二度としなくなるんですよ、そう、全くそうだ。嘘。それまではそのこれはちょっと新しい、あのあれ我々肩叩いたら10円くれあげるねって言って喜んでましたけど、はい、喜ぶんですけども、そのせっかく内発的に楽しく自分の興味でやっていたことがお金のためにやることになるので、クオリティが下がるんです。あの植木さん、すいませんけど、あの次も10円もらうぞってまた僕肩叩きして、何回目までそれは続くんですか。10円が20円になって30円になってって上がっていかないといけないので、報酬の怖いところってのは報酬がどんどん上がっていかないと続かないんですよ、うん、学生を教えても全くそう。はあ、だから全くその通り。だからそういうふうにあの、うん、かえって内発的な動機づけを持っている人のことを変に褒めたり変にご褒美あげるっていうふうにするよりも、あのやる気満々にやっている人のことは放っておいた方がずっとやり続ける。続けるんだ。そうです。あの自分のハートでやり続けることができるんですね。人間の心の中にある本質的なものでやってるから。嘘、ごめん間違ってる。ほんなら俺ジミーなんかずっと僕についてくれてましたけど、何かやったらすまんすまんって、あの5000円とか、掃除してくれた今日は1万円なとか言うのはジミーとってよくなかったんだ、ね、それだからあの言ったんだ一応。もっと早く知ってれば、そのためにすることになるので、あの愛や尊敬っていうものよりも5000円っていう風になってしまいますね。そういう現象を心理学ではアンダーマイニング現象っていうんですが、あの最近脳科学の世界でもアンダーマイニングっていうのが、もう本当に先生らしいお言葉であって、何があったの。脳と心理の戦いやろ。いや違います。バーサスバーサス違います。いやもう新しい年は仲良くと。あら、何なの？おおって俺たちが言うのそれ。でこれに関しては、あ今のところ調べられたのは子供、好奇心満々の子供で、で一応そこでの分かったことっていうのは、こう内的にやる気っていう、こうしたくなる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 みたいな。あとは、うん、あお金目当てでやるっていうのがやる気なんですよ。で一応そこでの分かったことっていうのは、脳のそのさっき言った内的報酬系と外的報酬系が子供の頃で争うんですよ。内的なやる気っていうものを外的な報酬、つまりお金とか褒めるってことで抑制しちゃうんです。逆に、はい、だからこれはちょっと、ま、いやこれ正しい。だから、もちろんだから脳的に分かって普通褒めちゃうと、いやこれ正しくないわ。せっかくやる気を出しているのにお金あげちゃうっていうと、そっちの方に行っちゃうんで、内的な脳システムが押されちゃうんですよ。そうすると、いや夢中でやってて何かうまいこと子供が言ったら別に褒める必要はないってことなの。全くないです。例えば自転車で頑張ってる、その途中であの物質的な報酬を上げることが良くないっていう話なんですよ。褒めるようになって盛大に褒める、盛大に報酬を与えるっていうのが一番正しい。報酬ってのはそれはでも、どんな報酬ですかね。頑張、お前やっぱり天才だよっていうことはダメなんでしょ。それは励ましっていう報酬、心の報酬なんですけど、あの物質的報酬ですよ。ここまでできたからキャンディー買ってあげる、ここまでできたから。それはダメなの。それをやると、あの自分の心の中でやる気を作り出せる人間に育たないんですよ。いや俺は違うって。絶対違う。違いません。20年後会いましょうよ。いいえ違います。絶対これ論文いいですか。これは1970年代から言われてるんですよ。1970年代から証明されてることで、これ心理学的には
それを脳科学で2010年に証明したので。2010年ですよね。そうですよ。だから絶対にこれも正しいです。いや、そんなことない。2010年にあの分かったことが正しいことはない。これは違うの、絶対に正しいです。え、でも私も違うと思う。なんでやねん、おい。なんでやねん、それは。どういう、何をボケに来たんや、今。よう、あのヘビー級に入っていったな。さんまさんとサク先生のヘビー級のやり合いに。私も違うの。メルサイドの姉ちゃん入ってきたんだよ、おい。なんか褒められると嬉しいからどんどん伸びるのかなって思ってる。いやさ、それが、ま、あ、もうそういうのもあって、植木先生がご専門なので植木先生お待ちしますけれども、もともとやる気をつけさせるために報酬を上げるっていう方はもちろんあります。勉強は全くしない子に対して、じゃあご褒美だっていう方法ももちろんあります、ね、先生、あのさ、よく政治家とかさ、官僚とかがさ、要は権力を手にして甘い汁がないと動かなくなっていくじゃない。それがもうほとんどメインになってちゃうような人もいるじゃん。だから大人になってそうなってくるって言われてるんですよ。それってそれが影響してたりする。子供の頃すぐやってると自分の内的な動機づけでやるっていう行為が身につくので、大人になってもそういうことなくてやります。実際学生なんかみんなそうですよ。私も植木先生みんなそうだと思いますよ。我々はそんな報酬とか求めないで、党員は変えたくて分かってるわけですよ。だからお金なんか何にもここでいくらもらって、ギャラなんか何にも私気にしないでここ出てます。はい、池田さん。非常に一般的な話をすると、頭の中に2つの別の領域があって、それが比較的近いことに関係していると、必ずこの2つの領域はコンペティションを起こします。だからこっちは強くなるとこっちは弱くなって、こっちは強くなるとこっちは弱くなって、そういう話をしてるんですよ。ただし、もともとやる気のない人間はどっちかからつけなければしょうがないんで、報酬を与えるってのは とりあえずいいわけですよ。ただ報酬を与え続けていると、こっちの報酬系の方ばっかが興奮して、もう一個の方がだんだん縮んでいっちゃうんですよね。だから内的にやる気が出なくなるって話をしてるんですよ。ただその辺はバランスの問題ですよ。イルカとか要するに極限する、ね、ものは餌与えたりするとどんどん伸びていくじゃないですか。そうそう、あの人たちはやっぱり人間と脳のちょっとおそらくメカニズムが違って、やっぱり食うとか報酬系の方が強いんでしょ、きっと。じゃあ人間はそうじゃなくて、やっぱり自分の内的な心がっていうのが結構あると思うね。小玉さん行きますか。はい、なんか出してるので、ちょっとさんまさん来てください。なんか出してるので用意してたんですよ。何を、あのね、多分さんまさんにはこれ絶対必要だと思うんですけど、あのね、あのアメリカの金メダリストがですね、これをやってですね、金メダル取ったというね、あの秘密のメッセージってあるんですよ。これはもうね、あの門外不出やったんですけども、アメリカの金メダリストから門外不出のもん、あと手に入れようか。でとりあえずさんまさんにね、これ渡しました。それでね、あの実はね、これやる気を高めるメッセージということで、ね、これ心理学の、ええ、ちょっと持ってください。ちょっと読み上げますか。さんまさん回数早すぎる。せめてあっち持っていただけてください。あのちょっと読んでみますね。今日も素晴らしい一日にしよう。で、私の人生はどんどん良くなっていく、うん、毎日が楽しくて仕方がない、私には幸運の味方がついていると。それが門外不出。うん、それでこれをですね、あのリレーハンメルオリンピックで金メダル取ったダン・ジャンセンっていうスピードスケートの選手いるんですよ。あ、でもジャンセンは2大会こけて12年でやっと取ったんですよね。そうです、ジャンセンね、よく知ってますね。小玉先生、え、こけた後に呼んだんですか。いや、こけて失意でこれを やりだしたんですよ。それで最後のリレハンメルで金メダル取って引退したんです、はい、自己暗示みたいなことですよね。そういう風に、だからこう落ち込んだ時にすごくいいんですよね。それ門外不出だったんですか今まで。あ、それはまあよろしい。それで料亭の便所にかかってますよ。ちょっと一回ぐらいスッキリとさせてくださいよ。